したら気持ちいいんだろうな。ちなみにこちらって、はい、ありがとうございます。試乗とかってもちろんさせていただくとは可能ですか？はい、大丈夫です。あー、すごい。ぜひ、はい、はい、お願いします。行きましょう、悪魔の道に。お願いします、はい、じゃあぜひ試乗お願いしたいんですけど、はい、で試乗なんですけども、はい、このラングラー前2つが簡単に取り外しができますので、ぜひ外した状態で運転すると開放感がありまして、はい、すごい。え、簡単に取れるんですか？簡単に外せます。すごい、憧れの。憧れの前2つをオープンになりますので、うわー、ぜひ風を感じながらお願いします、はい、行きましょう、はい。もう結構簡単に開くんですね、はい、いいな、すごい。あ、うわ、空が見える、これはいいですね。ここからこう上を見ると、なるほど、うわ、憧れる。簡単に開いちゃいましたよ、はい、最高ですね。あー、夢みたいだな、これいいな。うわー、なんか私の車の隣でいいないいなばっか言ってると、自分の車にちょっとこう申し訳なさもあるんですけど、もちろんいいんですけれどもね、やっぱり新しいのはやっぱり快適になってますね、はい、その分、はい、じゃあ失礼します、はい、うわー、なるほど、これが運転席、すごい、いろんなボタンが触れちゃって、どうやって運転してるかちょっと分かんないぐらい、なんかなかったものがたくさん増えてますね。同じ車と思えない感じで。じゃあ、入れます。ここですね、はい、おー、すごい、ここにもラングラーっていう、あ、今消えちゃったかな、okay. なるほど、液晶画面に変わったんですね。変わりました。そっか、はい、あ、これもちょっとドライブに入れて太くなりましたね、ここもごつく変わっていて、はい、じゃあ下げます、はい、じゃあ、はい、まあ、左の方から出ていただいて、ここから、はい、分かりました。あ、確かにハンドルもスムーズですよね、うん、うわ、気持ちいいな、今日こんなに晴れた日は。やっぱり開けれたらこんなに違うんですね、はい、景色が。明るい室内になっておりますので、ねえ、気持ちいい。右で、はい、うん、あれ、あれ、うん、どう、左側、左側、なるほど、はい、すみません、右ハンドルのジープ乗るの初めてですね。初めてですか？はい、あー、乗り心地もいいな、やっぱ気分がいいですね、はい、めちゃくちゃテンション上がる。左になります、はい、この車高の高さも大好きで、はい、こう運転してるなっていう実感が、うん、そうですね、すごい感じられる、好きですね。話がいいですよね、ありがとうございます。おしょ、真ん中でお願いします。はい、はい、ありがとうございます、入れてもらったので。おお、風を感じますね、気持ちいい。あー、なんか全然違う車に乗ってるみたいな感じです。もう振動とか音とかも変わってますので。そうですね、わあ、止まる時のこう確かにこう揺れだったりとか、そういうのもこうなんだろう、体にこう感じるこうドドドドドンっていう感じが違いますよね。はい、うわあ、そっか。へえ、改めてやっぱりかっこいい車ですね。これはいろんなところに行って行きたくなる車なので、うん。そうですよね。しかも今アウトドアとか流行ってるじゃないですか、はい、私最近こう釣りもしたりとか、はい、こうバーベキュー行ったりとかもするので、はい、そういう時にこうガシガシ積んでも、はい、なんかこう気持ちが上がるっていうか、はい、そうですね、うん、少
少しあの傷をつけても気になるお車なので、はい、ラングラー そうですよね、はい、めちゃくちゃ綺麗に乗りたいっていうよりは、ね、こうどん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 こう思い出とともに、ね、それも味にそうなんですよ。きっと見てくださってる方もうなずいてくださってる方多いんじゃないかなって思いますね。わかるっていう。で前回の動画で、はい、こう今ちょうど乗り換えを考えていて、はい、何の車に乗ろうかなっていうのを、はい、あの配信させてもらったんですよ、はい、そしたらやっぱりラングラーに乗ってほしいとかってい こう、はい、声を、はい、あのいろいろいただいたんで、はい、私もやっぱりね今こう乗らせてもらって、はい、笑顔が止まんないです ね、 そうですね。やっぱ好きなんだなって思いますね。新しいラングラーを並べていただいて、はい、ラングラーコレクションという形で、ぜひぜひ2台、2台、うわそれ最高ですね。お願いします。それできたらめちゃくちゃいいですよね。はい、私も都内じゃなくて、はい、実家の方とかに住んでたら、はい、もう駐車場代とか今よりも安く済むじゃないですか。はい、もうそれはねかなり憧れるんですよね。そうですよね。はい。いやいいな、2台並べて今日はどっちで行こうかなとかね。そうですね、最高ですね。やりたお願いします。はい、わかりました。はい、食堂の方にお願いします。はい、あ気持ちいいな。結構こうやってすぐに、はい、あのトップこう外せるのも魅力的ですね、はい、そうですね。場所によってこう、あ、今日天気いいから外したいなとかっていうのも、はい、ね、楽々できるっていうのもね、はい、いいですね。あー、いいじゃないですか。やりたいな。これ右で。あ、左で。あ、左で。はい。これは、いいのかな？決まった方がいいですね。ちょっと右ハンドルが慣れなくて、そう多分車高あのねあの位置がだいぶ右に来ちゃってるかも。あ、そっかそっか、はい、確かに見ていただいてありがとうございます。私の動画を見てくださってありがとうございます。いつもこうマジックハンドで、ね、そう駐車券取ったりとかしてたんで、右ハンドルになると必要ないですもんね。やっぱり乗ってる車がラングラーの人とかいると見ちゃいますもんね。なんか勝手に仲間意識とか持っちゃって。そうですね、そうなんですよ。これ右で、はい。最近はどうですか、女性も増えてますか。女性も増えております。あ、そうなんですね。このラングラーが本当に運転しやすくなりましたので、ね、えもう本当にこれは乗っちゃったらまたラングラーに乗りたいなっていう、ね、気持ちがやっぱり強くなりますしね。そうですね。うん、この間も友達に、はい、あのなんか車買い替えるらしいじゃ なんかしーちゃんどうするのみたいな話されて、はい、いやまたねラングラーになると思うんだよねみたいな話したら、はい、え、はい、本当に言ってるのとか言ったら、普通車乗り換えるとかなったら別の車種とか考えてさ、違うの乗りたいとかなんないのって言って、いや私はもう一途だからって言って、いや見たことないって言って、もう本当に本当に好きですね。そうなんですよ、いろいろこれもいいなあれもいいなっていうのはこう考えたりはしたんですけど、実際やっぱり買って乗るってなったらもう今ずっとラングラーばっかり調べてますね。あ、本当ですか。はい、その中でも特別使用車とか、あ、それこそ輸入してきたものだったりとか、はい、何かしら こだわりがある、はい、うん、この車にしてもやっぱりこの赤いステッチとか、はい、そこにこだわりがなんかこう熱くなりますね、はい、うん、黒じゃなくて赤にしたんだっていうその一つのこだわりが、はい、うん、気持ちをね動かしてもらっちゃいましたね。はい、左でお願いします。あ、はーい。で、わー。おー。
席はすごいあれですね、広々してて快適ですね。なんか乗り心地も違う、いいな。そっか、あの子もね13年頑張ってくれてるんでね、こっちをこういいないいなって思えば思うほどちょっと罪悪感もあります。なんかもう誰っていうぐらいの立ち位置のなんかこう申し訳なさがあって、もし手放すってなったら本気で泣いちゃいそうですもんね。もう本当そう思い出が詰まってるんでね、鍵をこうお渡しする瞬間とか、この先もお願いしますってこう次またね乗ってくださる方がいることもありがたいんですけれども、うん、はい、左手、はい、はい、いや今乗ってる車の思い出とかありますか？うん、もう今乗ってる車はねやっぱりモアが2歳の頃かからずっと乗ってるから、もうその中でこうね、横になって寝てたりとか、なんか一緒にこう温泉行ったりとか、なんかそういうのもこう全部がね、2人でこの中で過ごした時間が長かったんで、ドライブ行ったりとか出かけたりとか、うん、なんかその車でしかない時間を過ごせたからなっていう、いやめちゃくちゃちょっといいな、この車いいなって思うのと、ちょっとじわじわ寂しさがこみ上げてますね。でもいいですもん、この車はもう本当良すぎますね。まっすぐで、まっすぐで、はい、まだまっすぐで、はい、一番人気なのって、はい、あれですか、どのタイプになるんですか、ルビコンとかサハラとかの中で。サハラが多いです。サハラが一番、はい、なるほど。運転してるとこうやって空見えるんですもんね。もう渋滞してたって全然イライラしない、これだと。いやもうなんか試乗が終わっちゃうってなるとちょっとスピードがゆっくりになってきたっていう。そんなスピードにもないかもしれない。そうですよね。降りたくない。楽しい時間が終わってしまう。これ右曲がったら、右曲がったらもう時間が伸びますので、はい、じゃあ左行きますね。ミニカー終わってしまう。あ、楽しい時間だったな。はい、じゃあ曲がっちゃいますね、右に。あ、右曲がったら遠回りになりますので、いいですままで。ここで、はい、はい、信号右お願いします。信号右で、はい。ちょっとこの感覚覚えておきますね。こう風を感じながらこの新しいラングラーで運転したこの感覚を、もう覚えとこう。よし、じゃあ曲がります。そしたら横断歩道のところを右に行きます。はーい。乗ってみてより欲しくなりましたか？いやもう本当にこれはね、もうこれがいいってなりましたよ。いやー、めちゃくちゃいい車ですね。でも今帰ると私のジープが待ってるじゃないですか。もうそこでまたね気持ちが揺らぎますよね。そうですね。もうあの車長く乗ってほしいっていう声もいろいろいただいたりとかしてるので、すごいね葛藤してます。良さはだいぶもう感じさせてもらったんですけど、車まっすぐで、はい、まっすぐで。あの子もあの子でめちゃくちゃいいんでね。そうですよね。ちょっと罪悪感もありながら、円柱のところを右になります。はい、ここですね。これを右で、ここですね、これで、はい、これ、はい、じゃあ、はい、
ましたよ。私の車の後ろ姿が見えました。これ左に行きますね。はい、よ、左大丈夫か、はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。運転は結構上手という。とても気持ちよくなりました。ありがとうございます。バックもしてみますか。ああ、いいですか。はい。だってバックモニターもあるんですもんね。なるほど。私はないのでね、今までは。もうこのパワーウィンドウを開けて、はい、入っていくんですよ。あ、もう使わなくていいんですもんね。そうですね。こっちも大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、はい、できました、はい、帰ってきました。ありがとうございました。あー、最高に楽しかったです。あー、切るのか。切りました。終わってしまいました。終わりました。楽しかった。いや、今日は試乗までさせていただいて、いろいろとご説明まで丁寧に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう乗り換えもまたラングラーをやっぱり考えたいので、はい、その時はまたご相談に乗っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。